アドルフ・メイヤー1875、アドルフ・エドゥアルト・マイヤーは、ドイツの農芸科学者である。タバコモザイク病の研究で、タバコモザイクウイルスやウイルスの発見につながる、重要な役割を果たした。オルデンブルクで生まれた。父親は、高校教師、母親は有名な無機科学者、レオポルト・グメリンの娘である。カールスルーエ工科大学で数学と科学を学んだ後、 ハイデルベルク大学に入学し、1864年に科学、物理学、数学の博士号を得た。1879年にオランダのバーヘ人間の農業主権上の所長を務めていたとき、オランダの農家からタバコに発生する特殊な病気の研究を依頼された。1886年にタバコモザイク病と名付けたこの病気についての論文を発表し、 その症状を詳細に説明した。疾病にかかったタバコの個体の樹液を用いて、健康な個体に疾病を伝染させることができることを示した。当時はこの疾病は細菌化毒素で広がると考えられており、マイヤーは、心筋やバクテリアの痕跡を探すために、光学顕微鏡を用いたが、タバコモザイクウイルスは、光学顕微鏡で検出するには小さすぎたため、 何も見つけることができなかった。それでもマイヤーは感染源はある、種のバクテリアであると結論付け、露シによるロカを何度か繰り返して、感染した樹液から透明な露液を得ることができたと誤って主張した。紙と最高級のシャンベラン型ロカ器を用いたロカ実験が1892年にドミトリー・イワノフスキー1898年に マルティヌス・ベーエリンクによって再現され、タバコモザイク病の病原が実際にはろ過不可能であることが示された。マルティヌス・ベーエリンクは、タバコモザイク病の被災菌性を示すために、ウイルスという言葉を造語した。1935年に、ウェンデルス・スタンリーがタバコモザイクウイルスの結晶化に成功した。マイヤーのタバコモザイク病の研究は、 ウイルス学の分野の重要なステップを果たしたと評価されている。アド・メイヤーは植物の学名で命名者を示す場合にアドルフ・エドュアルトマイヤーを示すのに使われる。ありがとうございます。